ニュースピック選手部の大酒です。柳橋です。今日は我々のことをマスゴミと呼ぶインフルエンサーに直撃しました。あの先月、はい、ニュースピックで乱闘日銀っていう特集をしましたね、はい、異次元緩和を推進するリフレ派、あと反リフレ派っていう、まあ、この論争を特集して、うん、で一つ奇妙なことが取材してるとですね、はい、リフレ派も反リフレ派も、うんうん、ある人物のことをですね、うん、気をつけろというふうに囁くんですよね。囁、はい、てました、はい。高橋雄一みたいな都合のいいとこだけ切り抜いてペタッと貼るけどさ、カルト集団みたいなもんでさ、間違っていけれども分かりやすい話。このレベルだね。これ対数変換もせずにこんなピュアな待機分析されてますけど、うん、これって意味のある分析なんですか？はい、じゃあ前回の動画ぜひ見てほしいんですけど、まあ、見てない人もいると思うので、うん、サクッと復習をしたいと思います。今回のテーマっていうのがその10年前に始まった異次元緩和をめぐっての議論なんですよね、うん、異次元緩和って簡単に言うとですね、はい、まあ、マネーの量を増やしたと、マネーが増えれば景気が良くなるという理論のもとをやったものなんですね、はい、しかしですね、そんなにこう景気が良くなったという実感はないですよね。ないですね、はい、まあ、世界各国でも同じような感じなんですけれども、同じようにマネー増やしたけど、はいはい、良くなってない、はいはいはい、そうですね。で、あの日銀の総裁が上田さんになってですね、はい、半年経つんですけれども、はい、今の上田日銀総裁は緩和を続けるのかどうかというところを大論争、そうです。で、異次元緩和を続けるべきだ、マネーを増やせっていうのがリフレ派ですよね、うん、で前回分かったのはそのリフレ派っていうのはめちゃくちゃちっちゃい派閥、ね、もうこんなだって学会で、ちっちゃいと、はい、ただ、うん、このリフレ派っていうのがネットではかなり大きな派閥、そう大派閥なんですよね。日銀って、まあ、はい、なんだかんだ世論を気にするんですね、うん、でリフレ派ネットを中心に未だにやっぱり影響力が強いのでですね、はい、そういう意味では政策にも影響を、まあ、与えるようなところがある。で前回はリフレ派のボスである岩田日銀副総、はい、元日銀副総裁に、取材しました。いろんな人に、はい、まあ、取材したんですけれども、多くの人がですね口を揃えてですね囁くと、まあ、囁いてない人もそうですね、早川さんなんかはですね、はい、はっきりと、はい、で間違った理論を、まあ、その展開しているというふうに言われているのが今日直撃する高橋陽一さんです。元大蔵省の財務官僚だからエリートですよね。そうですね、はい、YouTube チャンネルの登録者が100万人を超えている、はい、積極的に金融緩和を、まあ、推進する、はい、まあ、豊島園ではね、あの、あそうですね、庭の湯で、はい、あの有名ですね、ありました、はい、一方でですね高橋陽一は、まあ、第一線の人でもないから、うん、相手にする必要もないんじゃないのという人もいるんですけれども、うん、でもそんな掘っている間に登録者数が100万人も超えてるわけですよね、うん、そんなにこう支持を集めてるっていうのは何を言ってるんだろうってすごく興味が湧いてきて、はい、でオファーしたら、まあ、何度答えてくれるということに、はい、はい、論点はまあ3つに今回絞ろうかなと、ね、はい、はい、1つ目は金融緩和を続けるべきか、うん、続けるべき派なの で、はい、言うでしょうね、はい、どういう理論かな。ポイントは今すでにインフレ率は 3% を超えてるんですね、はい、物価上昇率10年間続けてきたのに、うん、そこまで効果が出ていないように思うんだけれども、うん、それは何でかと。で、ね、2つ目、マネーの量に意味がある根拠は、はい、量を増やせばインフレ率が上がるということをまあおっしゃっていますよね、はい、いつも言ってますね、はい、でこれは世界標準だと、うんうん、バーナンキも言っていると。高橋さんバーナンキ大好きですからね。大好きですよね。で、バーナンキは言っていないんですね。明確に否定してます。お金の量は関係ありませんということを明確に言っています。あ、3つ目、これ大崎さんが一番気になっているポイントだと思うんですけども、ね、疑惑のデータ、この数字データ統計的に正しい日本の進路という本、うん、すごいな、はい、図表99枚、分析の仕方がまあ間違っていると。例えばですね、すごくまあ複雑なですね経済データをたった2つのデータで二軸で分析するっていう、うんうん、まあ、こういうのをまあ単回帰分析っていうんですけど、非常にシンプルな分析なんですね。シンプルな分析は良くないんですか？はい、そうですね、マクロ経済ではこういう分析っていうのはまあ全くしないですね、はい、大学生がまあ演習でするっていうのはあるかもしれない。例えばですね、有名なのはアメリカのチーズの消費量とベッドシーツに絡まって死ぬ人の関係っていうのは、まあ、相関係数が 0.9 ってすごく統計的に優位な
結果になってる。ニコラス・ケイジが映画に出る回数とプールで溺死する人の数っていうのは相関係数が 0.67 ぐらいあって、何でもありじゃないですか。何でもありなんですよ、ですよね。その本いっぱい図表あるわけじゃないですか、はいはい、ほとんどがその単回帰分析になってるってことですか。そうですね、単回帰分析していますね。これもツッコミに行きたいなというふうに思ってます、はい、じゃあ、はい、ガチンコのインタビューを、はい、そうですね、ぜひご覧ください。了解。はい、はい、直近 の、 政策決定会合の後の記者会見なんかを見てると、金融緩和に対するこう反感みたいなものは確実に増えてるのかなというような、うん、イメージ感があるんですけれども、高橋先生はこの今の金融緩和っていうのをどう、まあ、続けていけばいいのか、どういうふうにしていけばいいと考えられてますか。まあ、そこのね、日銀記者クラブの人って何枚も分かってる人はいないからね。要は簡単なんだけど、まあ、インフレ目標っていうフレームワークでやってるわけじゃないですか。はい。インフレ目標っていうのが、まあ、2% って言ってるけれど、まあ、普通の国だったら、まあ、2% プラスマイナス、1ぐらい、だから、要するに3ぐらいまでは全く何の問題もないですね。うんうん、あ4ぐらいでも。だから、うん、もう全く問題ないっていうか、今のまま何もしないって、うん、だから今のまま何も変更ないってことは、今までの、うんうん、まあ、金融緩和を続けるっていうのは普通ですよ。はいはいはい、なるほど。逆に言うと、この、やめることのデメリット、金融緩和をやめることのデメリットっていうのは、どういうものになるんですか。そこもよくわかんないんだけどさ、うん、要はインフレ目標を、うん、でインフレ率が多分5か6になったら金融緩和やめるんですよ。はいはいはい。でそれなのになぜそこに至る前なのにやめることのデメリットなんていうのかっていうと、質問すらよくわからないですけどね。うんうんうん。インフレ率が 5% から 6% になったら、まあ、やめてもいいんじゃないか。あ、もちろんもちろん。だからそういうふうに、うん、インフレ目標っていうのは、そのような、うん、インフレ率っていうのに応じてね、金融政策を変えていくっていうフレームワークなんだから、そういうフレームワーク無視して、うん、今やめたらどうなんですかって、そんな話してるんだ、する、質問自体もよく意味が不明になりますよね。うんうんうん、なるほど。5から6っていうのは、その、うん、まあ、その先ほどの 4% より高い。そうそう、そういう意味で使ったわけ。で、それで、うん、だから、その、インフレ目標っていうのは、要は、そのように、インフレ率に応じて金融政策を決めるっていうやり方だから、それを無視してみんな議論しすぎてんじゃないですか。うん、なるほど、なるほど。ありがとうございます。量的緩和、まあ、量、マネーの量を増やすという、量的緩和が、つまり効果があったのかどうか、高橋先生自身はこの量を増やす、お金の量を増やすっていうところはどういうふうに考えられていますか。一番簡単で効果があった、うん、一番単純な指標を見れば、うん、消費税の増税の前までは、うん、予定通り言ってたから効果があったんじゃないですか。そういう意味では消費増税で、頓挫してしまったと。そう、これはその量を増やすことって全然意味がないんだっていう見方っていう、まあ、学者もたくさんいるじゃないですか。これ、なんでこれ？それはないでしょ。うん、量を増やすのが少ないかとかね、そういう量、レベルの問題なんだって、うん、量が増やしても全然関係ないっていう人はいないと思いますよ。マネーの量を増やすことが成長率もしくはインフレ率に影響するっていうのは、多分数値では見ることはできないんですよ。数字ではデータ上では見ることができないんですね。そういうことが偶然起こるってことはあると思うんですけども、マネーの量を増やすのが、はい、マネタリーベースを増やすことが、GDP 成長率あるいはインフレ率の上昇につながるというデータはないんですね。これは統計分析をしてる人なら分かることで、マネーの量を増やすことに意味はないっていうことはバーナンキもおっしゃってますよね。意味がバーナンキのやった QE って流動性の供給じゃないですか。で彼は明確に量を増やすことには意味がなくて、そんなものを目標にしないって明確に言ってますよね、本で。まあそれはだからそのコンテストっていうか、そのね、いろんなシチュエーションに応じて、はい、
あの、何点かな、話が出るから、その、うん、その、何点かな、いろいろと、まあ、金融危機とかね、そういう時とか、いろんな条件のもとでの話なんじゃないの、それは。まあ、マネーの話とさ、インフレ率が関係ないって言っちゃったらさ、うん、あれだよ、まあ、あの、一番結構基本的なマネー数量理論っていうところを否定しちゃうことになるよ。そうですね、それは、あの、そういう学派があるのは、学派っていうか、これは、うん、まあ、あの、コンティセオリーオブマネーだから、あの、うん、理論だよね。インフレ率は、上がるっていうことですか、ね、間違いなく上がる。これは量の増え方の問題だけです、ね。と、うん、これはどういうルートで上がるんですか？ルート、うん、あの、もしお金の量が世の中の全体の量よりか相対的に大きくなったらどうなるか。うん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 、そうすると世の中の全体のものの量は相対的にお金の量より少なくなりますよね。うんうんうん、そうですね。お金より少なくなりますよね。少なくなったものは価値はどうなりますか？あの、少なくなったものは高くなる。それが物価上昇って意味です。うんうん、そうすると、あれ以来お金は増え続けていますけれども、インフレ率はむしろこの物価上昇以前は下がったわけじゃないですか。それはだからお金の増やし方が、うん、まあ、あの、今言ったのはもう世の中のものの量っていうのが、まあ、一定だという前提で話してるんだけど、うんうん、世の中のものの量っていうのもだんだん増えていくからね、そういうのに応じて、はいはい、あの、それ以上のペースで増やさないと、うん、実はインフレにはならないです。ものはそんな増えてないですよ。え、増えてます。え、何が増えてるんですか？え、何が増えてるんですか？だってそんなの、うん、ものはもう世の中どん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 増えてくるじゃない、うん、それは成長通貨ってやつだ。え、増えてないと思うんですけど、じゃあ何が増えてるんですか？ 何かって言われたって、うん、別にあの、え、これ分かんないですよ、皆さん見てる人、何が増えたかって、あの、もしあれだね、うん、あの、もし見るんだったら実質 GDP の数字がいいかもしれないね、ちょっとね。なるほど。うん、先生の本で、こういうふうな回帰分析されてますよね。で、これは、まあ、マネーの伸び率と GDP 成長率、うん、こういうことやられてるんですよ、うん、これ対数変換もせずにこんなピュアな回帰分析されてますけど、うん、これって意味のある分析なんですか？